高指導大通りさんをご紹介します。2階にあるゲーミングルームではシミュレーターによる本格的なレース体験ができます。ブンブーン、ブン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 、イエーイ。はい、ということで101号室のお部屋をご案内していきたいと思います。こちらです。じゃじゃーん、かーい、こんなに大きなお部屋です。まずはここにはですね、ダブルのベッドが全部で6個、そしてシングルが2個ありましてですね、こんなにふかふかなベッドで最大14人も泊まれちゃうんです。です、めっちゃふっかふかです。ね、これなら安心して眠れそうです。あ、コエリン寝ちゃった。ということで次行きましょうね。こんなに大きな部屋があってですね、こんなに大きなテレビもついてて YouTube とか見れるんだよね、おすず。そうです、でっかいテレビでたくさん堪能できますね。しかもこんなに大きなソファーまであってびっくり。この101号室にはですね、なんか階段がついてるベッドがあったりだとか、エアコンも全部で、ね、2台あるのかな、いっぱいあってね、すごい快適なんですけど、このベッドはですね、なんとある仕掛けがあるので、ちょっと見ていこうと思います。ということでこちらに行ったら、じゃじゃーん、じゃじゃーん、なんと上にもベッドがあります。そうなんです、イエイ。どう、眺めは。え、すごい、全部見渡せるし、しかもダブルなの、2人で寝れちゃう。あ、見えなくなっちゃったということで101号室はこんな感じで、大きいベッドがあったり、ソファーがあったり、テレビがあったり、寝心地が最高なベッドがたくさんあって、全部で14人お泊まりすることができます。魅力いっぱいだね。だね。ぜひ皆さんも機会があれば101号室お泊まりしに来てください。続いてはシステムキッチンをご紹介します。ここのキッチンにはこういうお鍋だったり、すごい、作れちゃうの。ここにはうんうん、何何、お皿だったり、グラスもありますね。お料理できるね。ポットもついていたり、うんうん、便利だね。ここには道具がねあります。味噌汁とか作れちゃうね。作れちゃいます、食べたいね。そしてここにはこのお皿とかね、フォークとかスプーンとか、ね、スプーンとフォークもついてるとめっちゃ便利。ありまして、材料を買ってくるだけでここで料理をすることができるので、皆さんもご利用してみてください。冷蔵庫や電子レンジもあります。 YouTuber の風越すなちゃんもお出迎えしてくれてます。ご宿泊の際はぜひヴィラ講師の大通りに。